した、サンデヤです、今日はね、横浜にあるコスモパークに来ました、今日もちょっと YouTube 的な感じ、YouTuber 的な感じで撮っていきたいと思います。では、コスモパークでのレポスタート。マスク着用みたいです。今はね、今から乗り物に乗ります。楽しみです。はい、後ろ妹が映ってます。はい、今からどんどんレポっていきたいと思います。これどこ見ればいいんだ。あ、そこかな。ありがとうございます。入り口閉まります。コスモくんです。はい。ゆうやみたいらしいです。ゆうやみたい。似てないな。似てるんで。マイナス30度の世界で冷えてきます。めっちゃ冷たくなってきます。かわいい。クリオネが、あ、本当だ。クリオネ。気持ちいい、暑かったから。ね。これは正解。オーロラです。綺麗です。寒い。寒い。やっぱ寒い。寒い。寒い。めっちゃ寒いよ。氷の世界だ。これはもう完全に。寒い。氷の。座ってみた。入り口です。寒かったです。アイスワールド、寒かったです。楽しかったです。イエーイ。家族のプリクラ。湯入ってる感じ。かわいい湯や。顔やばい。ちょっと可愛すぎる。でん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 、めっちゃ久しぶりのプリクラ。プリクラも久しぶりだし、家族で撮ったのなんて初めてかなぐらいな勢いだけど撮りました。イエーイ。はい、ってことでですね、こちらのゲームセンターも結構おすすめですよ。はい、ぜひ皆さん見に来てください。だんだん、あれですね、暗くなってきた。はい、プリクラも撮り終えたということで、また引き続き楽しんでいきたいと思います。アイスです。アイスクリームをね、君と食べたあの日。いちごのね、アイスにね、クマが乗っかってるんだね。はい、めっちゃ可愛らしい感じで。いちごのアイスです。始まってんじゃない？もう。始まってんじゃない？もう。
中こちらライブできそうですね。コスモワールドライブできそうな感じですね。いいかもしれない。どんどんねライブの場所を探してる感じで、僕はライブができる、この全国のライブができるスペースを探しております。イエーイ。いい感じのこの夕方のねコスモワールドのいい感じの色合いになってきましたね。観覧車も、はい、6時41分です。なんか A と B のエリアみたいな感じで、なんか分かれてる感じでになってますね、このワールドは。これめっちゃいい。こちらの景色がめっちゃねいい感じですね、はい、すごいいい感じです。ちょうどこの夕日のね、この夜になる直前のこの景色がすごく素晴らしく良いです。良いです。ただ今5列回ってなかったよね。